毎度こうじやです。ライカ 1C ですね。珍しいです。ちょっと珍しいですね。まだストロボ、シンクロがない。ここにダイヤルもないタイプですね。1C にレンズは広角、キヤノンの広角がついてます。35の28。ファインダーもキヤノンの純正ですね。35。かっこいいですね。もう私、このライカの1型、A 型とか1型大好きで、ついつい買ってしまうんですけども、本当小型でいいカメラだと思います。特に広角でしたら、まあ目測で十分、まあ、ピント合わせしなくても全然使えます。昼間でしたらね、まあ、絞ってればパンフォーカスで撮れます。ヘリコイドスムーズです。無限のロックも効いてますね。外観も綺麗ですね。かなり綺麗な方だと思います。レンズもまあ普通に見るぐらいには全く問題ないです。キヤノンなのでどうでしょう。そうですね、まあ抜けはいいですね。ただこの多少の汚れとか拭きすれはまあ仕方ないレベルだと思います。まあ、多少細かなほこりみたいのも見えます。まあ、かなりいい方だと思います。よくキヤノンは白くなってますけどね、これはいいですね。絞りも動いてますね。ファインダーも綺麗に見えてます。パララックス補正もこれ結構ちゃんと動いてますね。外観も綺麗です。ボディは52万でしたっけ？ 52 万台ですね。まあ 1C の終わりの方、3F に近いと思います。スローダイヤルがないタイプですので、まあ、バルブでもうスローはなしで30からになりますので、まあスローが粘ったりですね、そういうリスクも少ないので、距離計もないですし、まああまり壊れにくいバルナックだと思いますが、まあ当然最高速ですね。最高速は空いてますが、まああまり当てにしない方がいいと思います。外観まず綺麗ですが、まあ、ここら辺ちょっと擦れてますね。まあストラップの跡のようなひどい傷とかへこみじゃないです。擦れてます。あとここのネジがちょっと錆びた感じはあります。まあ 1C の1型の C ですと、もうメッキが剥げてるのが多いんですけど、これはそういうのはまあほとんど出てないですね。悪くないと思います。革も多分オリジナルだと思います。1C とキヤノン 35mm のセットになります。